皆さんこんにちはいつも動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございますええー、円建ての金が史上最高値を月曜日あたり更新しそうですよねええー、これ純金の ETF なんですが5年前からねずっと一定の方向へこう上がっておりまして まあ特徴ありますよねねこれねわーっと行くとちょっと横ばいになってまたわーっと行くと横ばいになってでまた行って今横ばいなんですがあの方向感としてはずっと右肩上がりと。でちょっと線を引っ張ってみますとですねこんなふうにこことここをつなぐ方向性とそれをここに平行移動させてるこういう線を引っ張ると。 まあこういう狭いゾーンを上がったり下がったり上がったり下がったりしてまあ上昇してるんじゃないかなと思います。で、えー、これは ETF でありますが、えー、昨日週末8504円で終わっておりまして途中8526円と最高値を更新しています。 で、今朝5時過ぎのデータをもとに弾き、はいてみますと、1943ドルが1トロイオンス。1トロイオンスあたり31.1グラムあたり、今1943ドルっていうのは世界で取引されている金の価格になります。ということは、ドルなので、 えー、為替の終値、ね、146円43銭をかけてで3 1 1ム1トロイオンスなので3 1 1ムで割ってあげないといけないんですね。そうすると1943ドルかける146.43円で3 1 1ム割りますと9148円というのが、えー、今の1ムあたりの実際の金価格になります。 で我々の国は購入するときに先に10%消費税を払わないといけないので1.1、まあ、倍すると月曜日1万トンで63円ということでああいよいよ金1グラム1万円を超えてくるっていうのが多分来週月、まあ、火曜日ぐらい、まあ、月曜日のニューステレビとかね 火曜日の新聞とかに出てくるんじゃないでしょうか。はい。これね、もう前から申し上げておりますけども、大変、大変やっと嬉しいのはですね、最近、先生、い、いつ金を売ったらいいんですかっていう人が、ここでも2ヶ月ぐらい、全く声が聞こえなくなりましたね。春ぐらいは、3月ぐらいは、ここですかね、3月。ここら辺ですよね。上がった時に、 先生もう今売った方がいいですよねとかいつ売ったらいいですかねともう散々3月ぐらいはお問い合わせがいただいたんですがここ2ヶ月ぐらいは全くそういう声が聞こえないので売りたい人は一応売ったんでしょうねはいだけど私はまだここから10年ずっと買い続ける持ち続けるしてくださいなんてよく言っております、えー、今私としてはやっと1万円乗ったんですけど 目標は10万円に設定をしておりまして仮に10年で10倍になるとそれは年率26%の10年複利でちょうど10倍ぐらいになることを意味しています。円安とインフレにぜひ備えていただいて金自体はあと1 2三3年で地球上から採掘できなくなるっていうデータが出ています。 あと12、3年で供給がどんどん細りなくなりでもアジアを中心にした45億人のアジアの方々どんどん豊かになってどんどん金買っていくので需要はどんどん伸びていく。でさらに中央銀行はドルの価値がね下がるということでドルから金に変えていってます。だから45億人のアジアの方々がバンバン買って中央銀行がどんどん買って で供給が細っていくということはまあ普通誰が考えてもね、えー、価格は上がるっていうことを意味してるんじゃないかと思いますね。ぜひえー、お若いいいい方は積立でもと思いますそれなりに資産がある方は金融資産100に対して金金貨を255,000万円の金融資産を持ってたら4,000万を金融資産で運用して1,000万を 金や金貨で運用する。1億円お持ちになってたら、8000万円を金融資産、2000万円を実物の金や金貨でお持ちになる。ぜひですね、まだ日本人は金融資産に対して0.7%ぐらいしか保有していません。金、金貨、ねね。少なすぎる。インフレ、円安に全く備えてないっていう意味です。ぜひですね、しっかりと。 ここ3年5年7年10年とね嫌な円安やインフレが迫ってくると思いますぜひ対応していただけるとねよろしいんじゃないでしょうかあの本編にもねもっともっといっぱいお伝えしたいことを取っておりますのでぜひ一度本編の方もご覧いただけるといいと思います、えー、どうぞ引き続きご視聴のほどよろしくお願いします